はいどうもコミです。さて本日はですねこちら TH コンプリーターさんの方からですねお送りしていきたいというふうに思うんですけども、本日のテーマはですね島型配置の攻略法というところをですねお話ししていきたいなというふうに思います。で今回なんですけども、まあ、通常のクラン対戦ではなくですねこちらJWC の J1 にですね、まあ、TH コンプリーターさん、所属してまして、で、今回からですね、JWC に関しては、すいません、と思っちゃった。前回のね、リプレイは、動画化してもいいよというふうにルール変わってますのでね、今回、ちょっと失敗リプレイはね、ちょっと流せないんですけども、前回撮ったリプレイに関して、見ていきたいというふうに思います。合計3つのアタックをご覧いただきたいんですけども、それぞれすべてですね、島型の配置、に関するアタックになっていきます。で、アプローチがそれぞれ違うんですね。なんで、それぞれのアプローチに関して見ていきたいんですが、まずこのジローさんのアタックですね、プランニング的にはここの、部分っていうのを、まあ、突撃艦で壊していきますね。これですね。で中にはイエティが入ってますね。これで、そのままですね、今度はこちらからアーチャークイーンをこの通路に流していくんですね。っていう方法を取っていくんですけども、通路にアーチャークイーンを、まあ、クイヒーの格好で流すというのはですね、かなり、こういう島型配置を相手にする場合には、いい方法になります。で、なんでかっていうと、大体、どの村もそうだと思うんですけど、村の中心部っていうのには、かなりですね、まあ、重要な施設を置きますよね。ここで言えば投石機、イーグル砲、あとはクロスボウが、ここに4機こうあって、全部これアーチャークイーンのターゲットの範囲からいけますよね。ロイヤルチャンピオン、アーチャークイーン、さらに投石機がもう1個、まあ、っていう具合です。で、ほぼすべての、施設が中心部をアーチャークイーンが歩ききれれば、壊せると。いう状況なんですけど、当然ですね、そんなに甘く壊されるようには配置されてないんですね。なんで、そこをどういうふうにアーチャークイーンが歩いていけるような、その火力を抑えながら、アーチャークイーンを歩かせていくか、まあ、っていうところがですね、まあ、当然ちゃ当然なんですが、この方法を取る場合には求められる、ポイントになってきます。で、今回ですね、ジローさんが、やったアプローチっていうのは、このアーチャークイーンがですね、今ここに入ってきていますけども、こうですね、両側からこうダメージを受けてしまう、まあ、リスクがあるわけですよね。なんで、それを避けるためにまず一つ目、ここに関して突撃艦をこう当てていったということですね。これがまず一つ目ですね。で、二つ目に関しては、ここから、ディガーと、ホグライダーを回していたというところになります。で、この2つをすることによって、アーチャークイーンに対するダメージっていうのを比較的こう抑えることができたために、最後までアーチャークイーンがまあ生き残ることはできなかったんですけども、まあ、中心付近で、ひたすらですね、施設を殴り続けることができたと、まあ、いうことになります。で、当然ながら、クイヒーの形でアーチャークイーンが生き残るということは、アーチャークイーン自体が火力として、防衛を壊していくという効果もあるんですけども、一方で、アーチャークイーンがターゲットを取り続けるっていう、まあ、利点もあるわけですよね。なんで、主力で回していったこちらの部隊っていうのにが、収集砲火を受けるわけではなくって、一部の施設はアーチャークイーンにこうダメージを入れていく。この分散効果っていうのが、生まれるっていう点で、非常にですね、こういうアプローチっていうのは、成功する確率が、うまくやれば高くなります。まあ、やっぱりですね、序盤のこの部分、ここを、突撃艦でしっかり壊したことによってギガインフェルノを完封して、あとは、怖いのはもう、こちらからのダメージだけですよね。こっちからのダメージだけ。で、こっち側に関してはこれを全部、ホグライダーとディガーで、潰していったという格好になるわけですね。まずこの形が基本になると思います。ある程度、なんていうのかな、こう島型配置を見た場合、考えるのは、まずこういうアプローチができないのかを考えるのが一番、個人的には効率がいいかなって思いますね。今回ディガホグですけど、別にドラゴンでもいいと思います。ちなみに、島型っていうのは、まあ、分かってる人は分かってると思いますけども、こういうふうにですね、二つ、この壁が、こうにくくられてるゾーンが、それぞれ、分かれてますよね。これと、これ。こういうふうに2つ分かれている、配置を、まあ、俗に島型と呼んでいるように思うので、まあ、私もですね、今回は島型と、まあ、いう言い方をして紹介、させていただきたいと思います。
さて2つ目ですね、まあ、こんなですね力押しの方法もあるよということです。で今回のこの2つ目のアタックっていうのは、主力がイエティなんですね。このイエティたちっていうのをこれですね、これを一気にこちらからドンとイエティを、刺していきます。でこのイエティたちがぐるっとこう回ってくるところでこれですね、ロイちゃんを刺していくと、まあそんなような感じのプランになっていくんですけども、まあ、これはかなり、なんていうんですかね、まあ、セオリーとしては、なかなかイエティのこれからまあ見てもらうんですけど、動きが読みにくい形になってくるので、少し、まあ、個人的には私やれと言われたら失敗しそうでちょっと怖いなというところがありますね。まあそこをしっかりナーチンさん、あの必要最低限のサイドカットをきっちりやりながらイエティを全部ですね、この中に流し込んでいく、まあ、この技術はすごくお見事で、後ろからヒーラーがついていって、トーム、さらにレイジを重ねかけているので、ギガインフェルの投石機っていう相手のですね主力防衛施設が全部、ここに集まってるんですね。ここにもうここがかなりのハイダメージゾーンになってるんですけども、全然そこをですねあのものともせずに、壊していっちゃうんですね。こんな形でで壊していっちゃうと、あとはもうアドバンテージがすごい取れてますよね。ロイヤルチャンピオンがまだ出してない状態で、キング、あとは、クイーン、グランドウォーデンが全部生き残っていて、ヒーラーがついてる状態になっているっていう。で、さらにですね、フィストもクロークも残してるっていう状態ですね。アドバンテージがめちゃくちゃすごい。で、イエティたちもきっちり生き残ってるんで、そいつらが、ぐるーっと外周を歩って、向かっていく、まあ、その9時方面ですね。そこに向かっていくのを横目に見ながら、ロイヤルチャンピオンを刺していくという格好ですね。まあ、イエティは正味、最終盤の防衛破壊と、あとはまあ外周の掃除役になってますね、もうここからは。アーチャークイーンにこれ黒、レイジをしっかりかけて、イーグル4まで潰していきながら、さらに中心部でこうね、すごいヒールまでかけても完全にアーチャークイーンの目測ってますね。まあそのおかげで、かなり相手の防衛に関してはアーチャークイーンがこう中央を破壊してくれたので、ロイヤルチャンピオンの仕事がかなりいい感じになってますね。うん。すごい、ここまでアーチャークイーンがまだ生き残って突入してくると。おそらく、あのアーチャークイーンがこの壁殴るとこまでは読んでなかっただろうなというふうに思うんですけども、まあ、考え方としては、このイエティたちが、最後ですね、ここの外周を回りながらミニエティを放出してくれる、その中で、ロイヤルチャンピオンを刺していくと。まあ、この辺をこう多分ですね、イエティでやって、で、こっちからこう、ロイヤルチャンピオンを入れると。入れていくっていう、まあそんな感じの、ね、プランニングでイメージしてたのかななんていうふうに、思いますね。まあこれはあのセオリーとは少し違って非常にハイレベルなんですけども、まあこんな方法もあるよというところでですね、あのご覧いただければと思います。さて、3つ目、これポテト公爵さんのアタックなんですが、これもですね相手のその弱点をまあよくこの方こんな見るなというアタックで、ちょっと面白かったので、どれだけですねちょっと、同じようななぞりというかねができる方がいるか、あの非常にあの発想力といい運用する力といい、もう桁違いにこれはすごかったので、あのなるほどこんな方法もあるのかというね、形でちょっと見てもらえたらと思います。何を言ってんのかって、私も自分で何を言ってんのか分かんなくなってきましたけども、まあ、それぐらいすごいんですね。はい。でここまで見てこのコウモリの呪文どう使っていくと思いますかね皆さん。あの私全然分かんなかったですね。このコウモリ何に使うんだろうなっていうふうに思って見てたんですけど、あの使いどころがすごいんですね。まずは簡単にプランニング説明すると、イエティたちをここから流していきますね、こんな形で。で、下の方はここロイヤルチャンピオンを入れていくと。でここありますよね、ここのゾーンを、コウモリで潰していくんですね。こんな形、確かに見てみるとここって、みんなマルチ攻撃の対空施設がないですよね。ビズトとかインフェルノタワーみたいな。なんでそこにコウモリが刺さっていくということを分かってやってるんですね。まあすげえなっていう感じです。さあ出てきましたね、コウモリ。このコウモリたちが延々と、この上半分の施設って言えばいいんですか、をね削っていく、まあ、様がもう圧巻ですね。お見事。ビズトももう体力残り少ないんで、フリーズも何も使わずにそのまま突破しちゃいますね。で、中心部のユニットがこうターゲットを取ってくれていることもあって、コウモリの生き残り方が半端ないと。血を突破しちゃった後にやっぱり残っちゃうのが、まあ、血を突破ですね。こう血を突破こうしていけば当然残るのは、まあ、ここのゾーンと、ここのゾーン、まあ、そこをだから、
壁を無視できるユニットをふんだんに使うんですね。ロイヤルチャンピオンを使う。でこっちはバットを使うと。で、防衛施設はみんなこっちをこう打ってるんで、こんな感じで打ってくるんで、イエティとヒーラーにレイジを耐えて、きっちりと、このロイヤルチャンピオンと、コウモリを守りながら、全部壊していくと、まあ、いう格好ですね。うん、まあ、だからこれすごいあれですね。言い方を変えると、その攻め側と守り側のユニットの役割分担がすごいはっきりしているアタックかなっていうふうにまあ言えますね。今回、守備の要になったのはやっぱりイエティプラスヒーラー。まあ、クイヒーもつけることによって壁の一層内側までを削っていきながら、この両ユニットが届かない部分っていうのをロイヤルチャンピオンとバットでしっかり潰していくというですね。まあまあ、うん。やっぱりその、なんていうかな、こう島型の配置って、やっぱりこの間の通路を歩かせるっていうことがやっぱり一つのセオリーになってくると思うんですね。この通路、ここ。ここですね。ここを歩かせるってことがやっぱりセオリーになってくるんで、そのためにじゃあ、この両サイドをどう処理すればいいのか、うん、っていうところを考えていくと、攻略法が見えてくるかもしれないですね。逆に、その罠にははまらないぞと思って、こっちからこんなようなアプローチをしちゃうと、ここでユニットがこう散ってしまうので、このパターンはあまりよろしくないですよね。逆にユニットがしっかりと、規則通り流れる、まあ、この部分の通路を利用するっていうことね。ここを利用する。っていう考え方でどうにか取れないかっていうのを考えていった方が、こういったですね、島型配置を相手にする場合には、まあ私も実はですね、GWC でそういう配置を相手にして同じような方法を取ってるんですけども、やっぱり、通路が空いてるんだったらそれを利用させてもらうというところが、まあ個人的にはいいんじゃないかなというふうに思います。はい、というところでですね、本日の動画を終わりにしたいと思います。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。では本日このあたりで失礼いたします。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。